社畜っちへようこそ。ペンギンを一人前の社畜、会社員になるよう育成していきましょう。できれば働きたくない。抵抗ペンギン。社畜育成ゲームをやってみたらヤバすぎた。よし、ペンギンをバリバリ働かせて社畜に仕立て上げるじゃ。待ってください、パンダさん。せめてゲームの中でくらいホワイト企業みたいな働き方をさせてあげましょうよ。どうして？今も現実のペンパイは残業中なんですから。どっちもブラックなんてかわいそうじゃないですか。それもそうだね。いたわる方逆じゃない？ホワイト育成。左上にある体力と気力はいわば HP。 ご飯を食べると体力ゲージが、遊ぶを選ぶと気力ゲージが、休むを選ぶとその両方が溜まります。なるほど、これをゼロにしないように進めていくんだね。その右にあるノルマゲージっていうのは何でしょうか？ノルマはペンギンに課せられた仕事の量を表しています。仕事が溜まりすぎると会社が倒産してゲームオーバーになるから注意しましょう。この会社ペンパイ一人で成り立ってるんですね。ペンギンをホワイトに育成すると1週間ぐらいでノルマがマックスになってゲームオーバーになります。なのでできる限り働かせましょう。このゲームぶっ壊していい？じゃあこういう感じで進めてみようか。え、ノルマが全然減らない？仕事のノルマが溜まりすぎてしまいました。ノルマをこなせるよう仕事をもっとしましょう。ちゃんと週5日は定時まで働いてたのに。ゲームの中でも定時で終わらない仕事を積まれてんのか俺。ブラック育成。やっぱりゲームでもホワイトにはなれないんだね。仕方ありません。今度は仕事ばかりさせてみましょう。ずっと仕事をしてるのにノルマが全然減りません。ああ、社畜ストップ。ペンギンは死んでしまいました。ほら、仕事しすぎると死んじゃうんだから気をつけてよね。俺の横でゲームしてるお前がよく言えたな。このゲーム難しいですね。どうしてもノルマに間に合わないときはアイテムを使いましょう。アイテムなんてあったかな。はっ、しれっとコマンドが追加されてます。これ動画見たり課金しないと絶対クリアできないやつじゃん。エナドリが1回210円。リアルな数字ですね。エナドリ。それじゃあ最初から使ってみますね。ごくごく。うーわ、強制的に仕事しかできなくて。エナドリを使うと少ない HP でより多くノルマをこなせるようになります。最強のアイテムじゃないですか。これを飲み続ければクリアできそうだね。頑張るぞごくごく。頑張るぞごくごく。頑張る。 あれペンギンってこんなに落ち着きなかったっけ。ペンギンどうして。エナドリの飲みすぎには注意しましょう。カフェイン中毒で倒れてしまいます。隠しパラメーターがあるなんて聞いてないよ。それにたかが週87本ですよ。そんなに飲んでないのにそれはおかしいな。現実のペンギンが飲みすぎてて感覚がおかしくなってるよ。上司訪問イベント。見てください、ついに1ヶ月を超えましたよ。確か3年でクリアだったよね。まだまだ先は長いな。定時間際で上司が話しかけてきました。デイイベントもあるの？デイン、この仕事も頼む。引き受けたら残業することになりそうです。まずいですよ、これを引き受けたら体力が足りません。しかも仕事が増えるんだからノルマも増えるよね。引き受けるわけないじゃん。そこを何とか頼む。断るって言いましたよね。現実でも見た光景。もしかしてこれ引き受けるまで出てくるんじゃない？いえ、3度目の正直という言葉もありますし。仕事を断られた上司は怒って去っていきました。やった、断れましたよ。上司の機嫌を損ねるとクビになってしまいます。頼まれた仕事は喜んで引き受けましょう。何この会社、恐ろしすぎるよ。でもクビになった方がマシかもですね。簡単には辞めさせてくれない。某企画の方が悪質だな。同期訪問イベント。ようやく半年です。もはやイベント覚えゲーだよねこれ。定時前に同期が話しかけてきました。ここに来て新手登場ですか。なあペンギン、今日の仕事終わりに一杯どうだ。同期の方がこの後飲みに行こうと誘ってくれてるみたいです。しかしペンギンにはまだ残業があります。同期は仕事が終わってるのにペンパイだけ残業だなんて。もしかしたらあれじゃない、残業を手伝ってもらって早く終わらせて飲みに行くみたいな。なるほど、友情も育みつつ仕事も早く終わるいいイベントってことですね。じゃあ僕の仕事も一緒にやっといてよ。同期はそのまま飲みに行ってしまいました。すぎるよ、自分は仕事も終わらせずに遊びに行って挙句ペンギンに仕事を押し付けるなんて。こいつもクソ野郎だな。ほらペンギンも怒ってるよ。多分その怒りにはパンダさんも含まれてますよ。後輩訪問イベント。ねえ
シャチくんまたなんか来たよ。1年が経ち、この会社にも新しい新入社員がやってきて、ペンギンは今日から先輩になりました。おお、仕事の減りが早くなりましたよ。今までペンギンが苦労してきたおかげだね。ペンギンさん、今少しお時間はありますか？後輩がペンギンに仕事のことで相談をしてきました。ただ現在仕事が忙しく、ここで後輩を指導すると残業が確定します。人に仕事を押し付けて自分だけ飲みに行く同期なんかに後輩を任せらんないや。お前が言うの。でもパンダさんの意見には賛成です。この後輩だって先輩に教わりたいはずです。ありがとうございます。先輩、ペンギンは仕事を教えたお礼に食事へ招待されました。後輩に仕事を教えたお礼に食事ってのもおかしい気がするけど、もしかしてあれじゃないですか、実は社長の息子でみたいな。では早速行きましょう。後輩はペンギン愛食家だったので食べられてしまいました。そんなめちゃくちゃなことある。なんだこのクソ後輩、こら先輩は自分のご馳走なのに許せねえ。現実にも起こり得るんだよ。社畜誕生。やった、これでクリアですよ。大変だったね。それじゃあ行きますよ。おめでとうございます。ペンギンを3年間働かせられました。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。世界一嬉しくないメンバーだ。この人たちのせいで何度もやり直しになりましたからね。改めて見るとよくペンギン生きてるよね。これはペンパンにしか成し得ない領域です。これで立派な社畜っちの誕生です。これからも過労で倒れる寸前まで命削って働きましょう。何このクソゲー。新章開幕、ゾンビ編。前回のあらすじ、会社で謎の死を遂げたシャチ、そして社内はゾンビで溢れ返っていた。ゾンビになっちゃった。パンダ、いやだ。ここから出よう。何言ってんだよ、ここで救助を待った方が。救助が来る確証なんてない。それにここには水も食料もないから自利品だ。あそこに行けば全部ある。あそこって抵抗ペンギンオンラインミュージアムだ。もう開催なんだね。そう、いよいよ抵ペンミュージアムが開催。無料展示だからみんな気軽にアクセスしてくれ。展示内容は3周年記念イラスト、初公開絵コンテと盛りだくさん。さらにここでしか買えない限定グッズもあるぞ。え、何があるの？ランダム7種のアクリルキーホルダー、俺たちのぬいぐるみ、その他たくさんだ。すごい、本当に全部あるね。開催期間はこちら、詳しくは概要欄をチェックだ。よし、みんな行くぞ、オンラインミュージアムへ。どうしよう、明日は大事な用があるのに風邪ひいちゃった。昨日腹出して寝るからだろう。さあ、病気なんてこの世からなくなっちゃえ。次回この世から病気がなくなるとどうなるのか。ちなみに大事な用って何？パチ屋のグランドオープン。そんなことだろうと思った。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。